カルボナーラです。あえかぶったえ、かぶることあんの。嘘でしょマジか、マジか。俺結構そんな意見出したよ俺はね、ちょっとち違ってさ、意図が、はいはい、まあ、パスタなんですけど、うん、あの、一回のツイッター同じじゃん長い時間かかるだけじゃんツイッターでさ、ウインナーにこう、麺刺して、うん、あ、はい、茹でたらキモくなるよみたいな、ちょっとバズったじゃん、ね、うん、それの中バージョンやりたいなと思って、麺を中に詰めて、プリッて食ったら、プリッてこう行くっていう。なじってことだ。なじってことだ。説明しっかり聞いて。変えようかな。変えれる？俺も一応2個持ってきてる。ああ、じゃあそれもうやろうよ。そしたら俺全然あのライオネスコーヒーキャンディーになっちゃうんだけど。コーヒーキャンディー。まあまあ豆そのままだとちょっと機械を壊しかねないんで。千葉じゃんこう。豆とかも言えなくて。すり鉢でモノクライ。千葉じゃん。一旦そのお湯で溶かしながら、わかんないけどなんかペースト状みたいになったらいいなとか思いながら。やってるけど、どうだろうね。あ、ちょうどいいね。何やってんの。溶かした方がさ、詰めれんじゃん。ちょっと、ああ、まあそうだ。しょうがねえだろ。ほらほら、最高じゃね。あ、初ライオネス。え、これがライオネスなの。動画撮るの。動画撮るの。ライオネス食わせんな。ライオネス食わせんな。動画撮んだもん。いいよ、言ってね。もうお前が飴食ってること注意するやつなんていねえよ。美味しくない結構腸があとは仕込んどいたライオネスを箸とかで押し込むしかないもんね。焦げた焦げた焦げた焦げ臭い。無理だよこれもう再起不能だよ頑張れ。これ湯煎って無理だね。俺もこれやりたいわけじゃないから。曲出してきたよ一応。いやじゃあ俺あれだよカルボナーラだよ。いや俺だよ。いや俺カルボナーラ俺だよ。頑張れー。だから流し込むとかじゃなくて笑うなお前。声歯入るだろお前。お言葉だけど。あ、固まった。わ、固まんの早い。早いよ。無理、もう無理。こっちでいく。本当はね、その、ドロドロのね、ライオネスと一緒に行きたかったけど。おいしくめ。結んだよね。うん。お、入ってってね。原理的には一緒でしょ、押し込むという。あ、あ、やばける、やばける、やばける。いい、もうそれ、結べ。岡崎のヘディングぐらい欲しくないわ。そりゃそうで笑わんよね、誰も。しょいたぜ。おお。保育園で習ううんちじゃん。きたうんこもって笑顔にしよう。ほんとだ。いきますね、ライオネス。コーヒーキャンディーな。どっちかっていうしね。ねえ、なんかライオネスが出てんじゃない。なんか大丈夫これ。怖い怖い。出たらごめんな。濁ってきたけど、これもう幼鳥。何も言わずに言えば。マジで。ライオネスの。マジでバカか。あお、プリンが。あ、気持ち悪い。溢れてる。ああ。いやでも、いやでもでもギリギリギリ。こんな濁ることある。だいぶほら見て。硬いね。うわ、わかるこの感じ。おお。え、待って、めっちゃソーセージやん。いい経験できてる。あーっていうのもいいくらいの。いきます。おお。いやー。え、だって見て、うん、めっちゃソーセージやん。いいね。これね、ちょっと焦げ目つけた方がいいかもね。そうだね。めっちゃソーセージ感増すわ。ついに来るから。ちょっとやっててくれ。オッケー。じゃあライオネスいくよ。あ、え、ライオネスさん。やめて仲間。あー、プリン。プリンがやってる。ハハハハハ。ウケる。おおお、いいかも。めっちゃソーセージ。いやまあまあギリ。いやもうプリンより今塩辛だろお前。え、うまそう。しときた経験ある。大丈夫。うわ、イカ焼きの匂いする。え、あれあれ、ええ、あれ、ん、なにこれ、なに砂肝みたいな。深海じゃん。深海、砂肝みたいなのできた。サビたよ。カニとやん。一応焼くわ。一応焼くわ。いなくなったんだけど。あんな頑張ったのにこんな結果になっちゃう。俺のライオが。
オッケー。やば。この人やばい。何してんの。エイリアン出てきた。エイリアン。完成。ナブルじゃない。もう例え出すぎだ。ナブルじゃない。例えが出すぎだ。例えが止まらないね。ナブルの一番人気ないやつじゃない。じゃあ味濃いのいきましょう。とじゃあ味濃い。聞いてた。しょっぱいのがいいって言ったよね。切らすね。切るだけ。だからカルボナーラもしょっぱい、もっと胡椒とか入れるべきだ。ちょっと頼りすぎた。デフォの味に。切らせてって何？切らせて。これやりたい俺。はい。そんな音してないよ俺ら。5つ星レストランみたいな0つ星レストラン。舐めるソーセージ。チンコじゃない。あ、出てきた。誰が食うの。もう一回いく。もう一回いく。引き当ててしまった。別にライオンです。コーヒーキャンディは別にって。そうなんだよ。別にでもよかったじゃん。そういうのが大事です。そうだね。最悪失敗。最悪。